こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です。今日は私が輸出サポートを始めたわけ。まあ、これについてお話し,します。まあ、自分で稼ぐ力を身につける、ね。私自身が欲しかった副業サービスサポート。これどういうことかというと、やっぱりね、えー、稼ぐためにはその稼げるレベルまでのスキルが必要なんですけど、どの カテゴリー、何をすればね、えー、自分の能力でそこまで到達できるか、あるいは、えー、自分がすでに持っている能力というかね、経験というか、まあ、それで、えー、稼げる、えー、ものがあるかどうか、まあ、それがさっぱりわからなかった。見当がつかなかったと。でね、えーまあ、例えば、まあ、情報商材、何かノウハウ的なものをまとめているとかね、えー、アフィリエイトするとか、まあ、何かをやろうとしたときに、 まあ正直何から手をつけていいのか全くわかんないと、ねえー。アフィリエイトサイトを作るならドメイン取って、えー、サイトを作ってというのがねで、ドメインどこで取るんでしょうどうやって取るんでしょう、ね、サイトはどう作るんでしょうというのが全く分かんなかった。でも質問してもね、それぐらいは自分で調べてくださいと。そこまではサポートしませんというような、ね、サポートしかありませんでした。 ま気軽に質問してちゃんと答えるサポートが欲しかった。あなたは簡単なことでも、初心者の方、私では正解にはたどり着くまで大変だったと。ね、なぜそれわからんのかというのがね、えーまあ、私が受けたサポートでした。まあ、そうじゃなくてね、えーまあ、あなたはわかるけど、私にはわかんない、ねえーで。初心者はこういうのわかんないっていうのを、わ、えー、からないことがわからないのがわからないんですかと。 いうね、えー、早口言葉みたいですけど、まあそういうね、えー、まあ至れり尽くせいというかね、親切なサポートねが欲しかった。それとね、戦略づくりの手伝いが欲しかったと。ね、これね、えー、あれこれいろんなのを試してね、えー、何か自分に合ったものを探してください的なね、えー、情報をくれる人が多いんですけど、まあ 自分で稼いだことない初心者がね、あれこれ自分に試して何がいいか見つけるなんてことは普通の人にはできないです。それは一部のね、たまたま運が良かった人とかね、タイミングがあった人にはできたかもしれませんけど、まあ、通常はそれぞれね、その人に合った稼い方があって、それ以外の方法をね、チャレンジしても全く稼げないで挫折感を味わうだけというのが普通です。まあ、その普通の人が挫折するようなサポートじゃなくてね、 普通の人でもこれをやれば稼げるというね、えー、こう種主選択をきちんと稼げる人がやってくれるサポート欲しかった。これは皆無でした。それとして、えー、稼い方を教えて欲しかったと。ねえー、自分で稼いでる方法を、ね、片手間で教えますとかね、私はこんな、ね、何千万も稼いでますから、私の言うようにやればね、その何十分の一か稼げるでしょうと。 ねえー、でもどっちも嘘っぱちです、ねえー。あなたが稼いでる、その教えてくれる人が稼いでる方法まで,でも全く稼げないしね、えー、いっぱい稼いでる割には何で教えてもらう同じことをやってもね、えー、何百分の一どころかほぼ稼げないんでしょうというような、ね、役に立たないノウハウばかりだったと。まあ、ですからね、えーや、きちんと取り組めば、えー、結果が出るサポート、ね、あるようでないこの副業サポートが欲しかった。 でないなら、まあ、えー、作るというか、ね、えー、私の経験で、まあ、提供できるようになったという段階でね、えー、じゃあ私と同じように、えー、何をやれば、ね、どこに質問すれば解決して何をやれば買い稼げるのか、それはかんない人ね、えー、たくさんいると思ったんで、まあ、そのサポートを提供しようということで、えー、輸出・転売サポートを始めました。は、ま、じ、あ、めはね、えー はじめからその転売サポートをやろうと思って独立したわけじゃないんですけど、まあ、不動産転売をするために独立しました。もともとね、不動産転売を会社に所属してやっていて、副業でやっても稼げてましたんでね、まあ、自分で、えー、金借りてやれば、まあもうこれは俺億万長者だねぐらいのことを考えて、えー、独立しました。まあ、ところが、ね、リーマンブラザーズショックで当てにしていた不動産仕入れの融資が絶望的な状況になりました。 会社はすでに退職済みだしね、資金がないので不動産転売は無理,な無理だ、ね。さあ困った。まあ、それで以前から趣味で行っていたヤフオク転売で稼げないかと考えました。使、ま、用、あ、品を探してみるとね、まだまだ稼げそうな感じです。そこでね、当時情報商材を売ってた人から購入して、まあ、情報発信者と、まあ、当時コンサルティングを受けていた先生に紹介してもらった転売コンサルタントに、 まあ、コ値ネで購入してね、1万円くらい利益が取れる商品を教えてください。と質問しました。まあ、ところがね、えー、そんな商品があればこっちが聞きたいぐらいだと。まあ、県もフォローラーの返信をいただいて、まあ、そうかなと。まあ、でもね、自分は数年前にはね、えー、まあ、普通に買ってきて1万どころか5万10万稼いでたけどな。まあ、それできないのかなということでね、えー、チェックしてみたら、案外転売は簡単だったと。 まあなんでこんな転売ね、えー、簡単に稼げるスキルをもともと持ってたのに、えー、このパソコンを使って稼ごうと思った時にね、アフィリエイトだど情報商材作って売ろうとかね、えー、トンチンカンなことやったなんか自分でもね、不思議なんですけど、相、ま、手、あ、して人というのはね、えー、そういうもんです。まあ自分の住民に気づかずね、えー、当時流行ってる、流行りに流されてね、流行ってることをやってしまうというようなことあるんですけど、まあ結局は、 えー、以前からやってた転売が私の転職だったということですまあねそれで教えてもらってねアフィリエイトとかねえー、アフィリエイトと情報商材の販売、えー、それと何やったかな、えー、まあその瀬取りね、えー、転売って言ってもねもっとあの本の瀬戸りとかねそういうことまでやりましただけどねそういうので稼いでる人たちってまあ運が良かった人かすごい頑張りやかまあどっちかです それ両方ともね、本人は稼げてるかもしれませんけど、再現性がないと。そもそも情報発信をすることを稼いでる人はとても頑張り屋が多いです。まあ、私みたくね、できれば、ね、その必要な分だけ稼いで、あとは遊んで酒でも飲んでいたいという人は少数派。お酒興味ない。旅行もそれほど興味ない。美味しいものもまあ別に興味ない。ただ稼ぐの大好きみたいな人は多いですね。 まあそういった人たちですから、企、まあ、業当時は、ね、寝ないで働くのは当たり前だと。わからないことは安易に人に聞かず自分で調べる。そしてどうしてもわからないことだけを質問すると。そうしないと力はつかない。自分もそうしてきたし、私から教える、受ける人もそうあるべきだ。まあそんな姿勢でしたね。まあ安易な質問をしようもんなら冷たく突き放されるわけですね。それぐらい自分で調べてください。力つきませんよと。 そうなると質問もできず、またほとんど質問を受け付けないために的を得た回答を得ることもできません。はっきり言ってサポートを受ける価値を見出すことができませんでした。まあ、こんなね、私みたくね、えー、まあ、途方に、途方にくれたというかね、サポート役立たないじゃんみたいなね、サポートを受けずに、皆さんが住むように、まあ稼い化ときちんと教えるサポートを提供したくて、今、この輸出コンサルティングやってます。 何しろね、この転売コンサルティングを始めてもう10年、えー、すっごいサポートを続けてまして、で、えっと、2011年、12年だから、もう6年間はね、えー、自分でやるというよりももう教える方本業です。まあ、どうしてもね、えー、自分でやって、 ついでに教える自分もプレイヤーでありながら教えるというとね、まあ、商品探しとか、えー、その辺でね、えー、どうしても利益相関、ね、私が儲かっているものを教えると私の儲けが減るというような問題が起こってくるんで、もうはっきりとね、えー、自分でやるのはもう教えるために、えー、実験的にやってるだけと。で、えー、メインは、メインはってかね、えー、稼 稼げる方法を教えて、稼げる商品も教えて、稼いでもらうのが、えー、本業という形でやってるんでね。まあちょっと他の、えー、私はすごい稼いでますけど、あなたにもついでに、えー、教えてあげましょう的な、えー、コンサルティングとは全然違います。それもこれもね、インターネットにつながったパソコンを使って、まあ、どう稼ぐのか、右も左もわからなかった当時の私が会いたかったサポーター、それに、 えー、自分がなろうと決意してね、今、取り組んでいます。まあ、そしてね、先ほども言ったように、まあ、あれもこれもじゃなくてね、えー、何をやれば稼げるかということを教えるというのをね、えー、基本的に、まあ、基本的にというか、一番大切に考えてサポートしてます。まあ、それというのもね、学校で教わってきたこととか、まあ、他のコンサルティングの方、 ね、あるいはね、自己啓発とか、やればできるみたいなことを言ってる人たちの、大部分の人とは、大部分の人の言ってることとは、まあ、相反するんですけど、まあ、人は成長し続けるというのは錯覚であると。ねまあ、これは反感もあるでしょうが、現実をお話します。普通の大人はね、劇的な成長なんかしません。まあ、経験を積んで、体力や能力の衰えをカバーしてるだけ。 まあ、10歳の子供ならともかくね、働き始めた後にできることは、今までの経験を生かせる強みを見つけること。ね、強みが見つからないなら稼ぐことが難しいということ。まあ、これが副業を始めても、ほとんどの人がうまくいかない大きな理由。やったこともないことをね、えー、自力で、あるいはね、えー、そのやってることのついでに教えてもらってる人に、えー、教えてもらってね、ね、えー、うまくいくと考えてる、まあ。なかなかこれはうまくいけません。 まあ皆さん努力や根性を過大評価してます今自分が大した努力もせずに稼げる仕事を見つけてそれを突き詰めるのが成功率の高い稼い方ですそのためのね戦略づくりを最優先してます特に強みが見つからない、まあ、それが普通ですだから日本に住んでいて日本語が分かるというね日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです アマゾンがオーストラリアでプライムサービスを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。どういう商品が儲かっているとか、その戦略づくりも含めてね、優しく簡単なことでも何度聞いても OK の私のサポートを受けるのがいくらかかって まあ、サポートを受けるにはどういう資格が必要かというようなことがね、えー、書いたページに飛びますんで、まず、こちらをチェッククリックして、そのページをチェックしてください。天板アカデミー、堀秀夫でした。